はい、こんにちは。えー、7月のですね、勉強会が近づいてきました。えー、今回、軽井沢と、あと京都と、あと十日でやります。合計12回やります。えー、それでですね、今回ですね、あの、勉強会のちょっとテーマですね、それをここでお話しさせていただきます。まあ、いつもご飯ばっかり食べてなんだか雑談して終わっちゃうんで、まあ、ぜひ勉強会っていうことなので、えー、会うたびごとにいろいろ皆さんで考えていきますので、今回そのテーマをちょっと、 えー、ここでお話し,します。えー、まあ、要するに、まあ、仏教を中心に、えー、この回は、えー、成り立っていて、そして仏教っていうのを解説書が、まあ、相対性理論とか、量子力学とか、そして最終的には統一割理論ですね。まあ、何もない真空の中に、なんでビッグバンが起きたのかっていう、これを解き明かすことが、えー、何もない真空がビッグバンを起こして、 この世界の中に、えー、時間と空間を作って、それから過去から未来に時間をな、えー、流れして、そしてここに知的生命体を作ると。この知的生命体の中の通して、その何もない真空っていうのは精神っていうものを思い出すっていう、えー、性質を作って、その生み出した知的生命体の中の、えー、頭の中にまるで自分が入ってるような 形を作りましたと。そして一人一人の人間が外界を見て、そして自分の頭の中にいろんなことを思うと。まあ、ニュートンの本を読めば、えー、ニュートン力学。アインシュタインの本を読めば、相対性理論。えー、ハイゼンベルグの本を読めば、不確定性原理。えー、シュレディンガーの本を読めば、えー、シュレディンガーの猫とかを頭の中で考えて、そしてそれは同時に、この宇宙が、えー、何もないシンクがなんでビッグバンを起こしたかにたどり着ける、そのですね、プロセスが そこにあるんですよ。で、要するに何もない真空。まあ、これが、えー、完全な絶対調和の世界ですね。えー、この何もない真空は何もないわけですから、えー、自ら何かを起こすってことはないんですよ。で、結局、放棄がたどり着いた、むしろこの、えー、時間と空間のこの中ですね。この中にいるある人が、まあ、真空を作って、そしてその真空に、 命令することによってビッグワンを起こして、そして、たくさんの無限の宇宙を生み出して、そこに、えー、まあ、たくさんの知的生命体を生み出して、そして必ずその世界の過去には、えー、如来っていう人がいて、そしてその西方の如来の、えー、5番目の教えには、えー、この何もないシンクがどうやってビッグワンを起こしたかっていう、その起こす技術が書いてあります。そして、どの世界に行っても、 必ず過去には正本じゃないで、その人の5番目の教えには、えー、その世界に生まれた次の如来がそれを読んで、えー、自分が何をして、そして何もない真空に新たにビッグマンを起こすと。そしてそのビッグマンが起きた、えー、この空間の中ではまた知的生命体たちが生まれて、その知的生命体たちは自分の頭の中に、まあ、精神をという形で、存在の何もないものを精神として持って、その精神を通して何もない真空は各自の 指摘性みたいな精神を通して五感で外の世界を見て、まあ、えー、アリストテレスや、コペルニクスや、ニュートンや、アインシュタインや、えー、ニーズスボアや、えー、スティーブ・ウォーキング、こういったものを読んでですね、なんでこの宇宙が何もない真空から生まれたかを探求していくように、えー、できてるんですよ。これが何もない真空がビッグワンを起こして、我々人間を作って、その精神の を通して、五感を通して、外の世界を見ることによって、だん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 自らがなんで、何もない真空だったのに、自らがなんで、ビッグワンを起こしたかを、自ら、真空自らが人間の精神を通して、体験していく、そして理解するっていう、このプロセスなんだよ、ですよ。このプロセスを作るためだけにビッグワンってのは起こされて、我々三次元世界に生まれた人たちっていうのは、えー、これだけのために生まれてきてるんですよ。ですから、この世界に生まれてきた人っていうのは、まず、まあ、 この世界の過去にいる、如来の第五の経典を読んで、さらには相対論量両力学、にさらには統一割りについと考えるっていう。これだけが本来の人間が生まれてきた目的で、この三次元世界が何で生まれたかの目的ですと。ところが、肉体、人間には肉体とか、あと、生まれてくる時にはもう家族がいますと。お父さんとお母さんから生まれてくるんで家族がいますと。で、今度兄弟が生まれてきたりとか、えー、その社長もご飯食べなくちゃいけないと。ご飯食べるためにはこの世界だったらお金を稼がなくちゃいけないと。 で、お金を稼ぐためには働きに行かなくちゃいけないと。で、よりお金を稼ぐためには、えー、いい学校を出て、いい会社に入んなきゃいけないと。そっちの方ばっかりに行っちゃってるんで、本来何もない真空はビッグワンを、なんでみ、自らが、えー、起こしたのかっていう、それを探求するために、えー、肉体があって、何もない真空は精神という形になって、一人一人の、まあ頭の中に入って、その頭の中を通して五感でこの世界を、えー、見てますと。 そして相対論、量子論、そして統一割論って形でだん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 何もない瞬間なんでビッグマンを起こしたかを思い出すようにできてるんですけど、そしてその答えが如来の醍醐の教えなんですけど、まあ誰もそんなものはほとんど見ませんと。まあアインシュタインぐらいの名前は聞いたことあるけど、まあなんか相対論って変なものを考えた人でしょとか、そんなぐらいの知識してありませんと。もうそれより早くお金稼いでいい家に住んで、ええ家族養って子供を作って幸せに暮らしたいと。まあそれが幸せっていうように勘違いしてるんですけど、 それは幸せではないんですよ。ですから、統一は理論を理解することが本当の幸福なんですよ。それしか幸福って、幸せっていうのはありませんと。まあ、ですからですね、なんで何もない真空がビッグワンを起こしたかっていうと、何もない真空ってのは今っていう瞬間で、この今っていう瞬間にはもうすでに、えー、過去に何もない真空は精神であって、精神の中には 自分を思い出すための思考がたくさんもすでに入ってるんですよ。で、何もなぎむい真空は今なんですけど、この思考ってのはその真空の過去にあたって、この過去の世界の中にいる如来が、あ、そっか、真空っていう精神が自らを思い出すためにいっぱい思考を作ったと。で、その思考の中では如来っていう人がそれを、えー、教えて、それが理解されるための仕組みが、この一つの空間の中には必ずあると。 で、それが経典であって、さらに、えー、科学の発展した両者の相対の統一割理論であると。で、これが二つ、が一つになると、一人の人間はこれを勉強した時は一つになった時に、あ、なるほど。えー、精神っていうのは、えー、自分だけでは何もできないんで、この過去に、の中にいる、空間の中にいる、如来が、えー、弟子たちを、弟子を取ってそれを下脱させた状態だと。それが何も始まってない、うちの始まるのは精神であって、 でそして3次元世界では如来とその弟子たちに見えるんですけどなんか怪しいイエスと11人の弟子とかえ釈迦とえ500弟子みたいに見えるんですけど彼らは3次元では人間同士に見えるんですけど実はそれは真空の中に入っているえ何もない存在なんですよそこで弟子たちに儒教を授けて私の教えを持ってピックマンを起こせとそして必ずその世界の 過去には、如来としていろんな如来と名前になって、私がいるから、そしてその第五の教えを読めと。そうすると、そこに、えー、なんで何もない真空がビッグワンを起こしたかっていう仕組みが書いてあると。それを学んで、あなたも、えー、何もない真空がビッグワンを起こして、自らを思い出すための、えー、世界をいっぱい作ってあげなさいと。そして自らもその世界の中に入って、えー、弟子を取って、そして自らも下脱して、何もない真空の状態になって、そして、 住居を授けて、さらに真空が自分を思い出すための、えー、プロセスを持った世界をいっぱい作ってあげなさいと。この仕組みですね。これが何もない真空が自らを思い出すための仕組みであって、実は、えー、過去、真空っていうのは今っていう瞬間で何もないんで、過去にいた、如来たちが、これにこの仕組み気がついて、その過去で、えー、列車長を気立させて、真空を作って、そして、さらに真空が思い出すための、 えー、空間を作って、その子に知的生命体いっぱい作って、そしてその中に、えー、菩薩が生まれ変わっていって、他の社長を下脱させて、自分におらになって、そして、真空の状態として、ビッグマンを起こすと。で、起こした世界では、どの世界でも、えー、まあ、相対論、量子論、そして、統一バリオンとして、なんで、何もない真空がビッグマンを起こしたかを探求するような仕組みはちゃんと全ての三次元世界にあるんですよ。えー、これが何もない真空が、が精神という状態になって、自らを思い出すための、 思考を作るメカニズムなんですよ。あなたの頭の中では常にこう思考が生まれますよね。えー、そして外界から見たもので、あなたはその外界から見たものからその見たものを認識してそれに対してどう対処するかの思考を生み出しますけど、何もない真空は自分を思い出すためだけにこの世界を作って、そのそのその中にいる、まあ菩薩、如来っていう人を通して、まあ弟子を取って下脱させて真空の状態を戻して、そしたらに自分を思い出すその真空を作らせると。そして全ての、えー、 人たちが生きそうし生きるものが、えー、全部解脱して思い出して状態になったのが何もない真空だったっていうこの仕組みなんですよ。えー、ですけど三次元世界には肉体があるんでその肉体を維持するためにいろんな、えー、社会形態があるんですよ。まあアトランティス大陸ではまあオリハルコンなんていうエネルギー源でまあ平等な社会があったんですけどまあそこでもそれに気がつかない人たちがまあどん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 暴動を起こしたりしてると。まあリムリア文明っていうのは、えー それを追い求める文化だったんですけど、まあ王様たちが軍入を却して、そこで争いが起こって文明も終わると。ただその人たちが、不可知の人たちがいないと、維持が分、三次元世界が維持できないんで、時間がですね。全民はもう、如来の弟子になってしまった世界っていうのは、如来の弟子になって下脱してしまった世界っていうのは、それは仏国度なんですよ、九次元の。ですから三次元、九次元の仏国度からわざわざ三次元で降りてきてあた、新しい真空が自ら思い出すための、えー、思考を生み出すために、えー 三次元にわざわざ降りてきて、ダメな人たちを手心、えー、して下脱させて真空の状態そしてさらに、ビッグマンを起こさせて、真空が自分を思い出すための、え思、ー、考を作ってあげると。これだけですね。これだけなんですよ。このあたりをよく考えてみてください。そして、まあ、明音菩薩。明音菩薩ってのは何もない真空なんですけど、えー、これはかつて、えー、現一切世間。まあ、いず、無限にある世界の、いずれかの世界、三次元世界において、 雲来音大仏。雲来音大仏っていうのは、あらゆる世界にいる本物の教えを説く、雷のような恩情で本物の教えを説く素晴らしい如来が、まあ各世界にいて、そのいずれかから、えー、下脱させてもらって、そして、真空に登らせてもらいます。名たすってただ真空に登っただけではなくて、そこでさらに、儒教を受けたんで、儒教を受けたんで、えー、わざわざ仏国土から根性、自分の如来になるために、えー、第の推を勉強し、如来になるために、まあこの世界に来ました。そして、 えー、釈迦無如来よ。えー、他方如来の遺骨の全体像を見せてくれと。他方如来の遺骨の全体像を見せてくれっていう、この法華経を読んで、他方如来の遺骨の全体を私は理解したいと。他方如来の遺骨の全体って何かっていうと、まあ、えー、一人の如来は、儒教を授けることによって、融通無限の、無限の世界を生み出しますと。 その融通無限の如来が生み出す無限の世界はさらに無限に集まったものが、えぇ、ー、他方如来の遺骨の全体なんですよ。ですから何もない真空っていうのは結局、磁気を授け終わった。入滅した如来が磁気を授け終わった。その瞬間が何もない状態であって、それが同時に全ての世界が生まれる、えー、何もない真空の状態でもあるっていう。え他、ー、方如来の遺骨の全体像っていうのは、 えー、入滅した如来の集合体ですね。その一つ人一人の如来が、儒教を授けて、ユーズムへの世界を、えー、無限に作った。その、無限に作り終わった瞬間ですね。これが、この世界の完成した状態なんですけど、この完成した状態ってのは同時に、えー、始まりでもあるんで、何もない進行から無限に、えー、自分を思い出すための思考の世界が生まれてきてしまったっていう。始まりと終わりと完成と始まりが同じものであるっていう。 何もない真空っていうのは完成であり始まりであると。これがまあ一足たとか何もないから全てなのだなんて抑制じゃがいますけど、まあそういう意味ですね。はい。このあたりをよく考えてみてください。え他、ー、方におの遺骨の全体像ですね。この大きさをちょっと考えてください。はい。えー、あとですね、あの、皆さんよくお土産を買ってきてくれるんですけど、お土産は一切言いません。えー、手ぶらで来てください。まあぜひそれで今言ったことを考えてください。 で、まあ、この世界ってのは結局、過去にシャーガムニュアって人がいて、第五の教えでこれを解いて、えー、このメカニズムですね、統一バリオン。一つの場、時間も空間も始まってない、一つの何もない真空の中には、えー、まあ、ゲラスして入って、そこで受教をもらうことによって、さらに無限の世界が生まれて、そのまあ一つ一つの思考であって、その思考は何もない真空が自ら思い出すためのプロセスがそこには入っていると。そのプロセスって何かあったら、まあ、ビッグバンを起こした、えー、菩薩がこれを勉強して、そっか、 おいらがに来らいになって、弟子たちを取って下脱させてな、宇宙が始まるのは進行を作って、そこにビッグバンを起こして、そして、えー、何もなぎむい進行が自らを思い出すための、さらに空間をいっぱい作ってあげると。それが何もない進行が自らを思い出すための思考であると。えー、この、死精神が思考を作るっていう、あなたの頭の中で常に行われている作業っていうのは、えー、このために作られましたと。 何もない真空があなたの頭の中に入って精神としてですね。そして自分を思い出すために五感を通して、まあ、アリストテレスとか、えー、コペルニクスとか、ニュートンとか、アインシュタインとか、ヘイニールス・ボアとか、あと、ハイゼンベルグとか、あと、スティーブ・ホーケンですね。これを考えるプロセスが、そのまま、この、えー、第五の死を理解するプロセスになってて、最終的に何もない真空は、なんでビッグマンを起こしたかっていうことが、これに書いてありますと。はい。 ですからまあこれとですね、こういった本をですね、解説書に使って読むと最終的にあなたも、まあ悟りを開いて、まあ精神爆発して、何もない真空とあなたの精神が一つになって、そうすると、あなたはその精神に対して、精神が自らを思い出すための過去の思考をまた作ってあげるっていう。これが如来の仕事なんですよ。真空が自分を思い出すための思考を作ってあげる。 はい。その仕組みが、ま、そのままあなたの頭の中に入っているのが、あなたが精神、あなたの精神がえ思考を作って、どん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 自分を進歩成長させて、最終的には全てを理解するっていう、こういう性質が人間の精神にはありますと。それはそのまま何もないえ、宇宙の始まる前の真空が自ら思い出すための思考を作ってるっていう、それがそのまま、その仕組みがあなたの頭の中にあるんですよ。はい。ですからあなたは五感にですね、囚われて、あの、 まあ、美味しいもの食べたいとか、お金欲しいとか、かわいい、かっこいい彼氏の人とか、そういうのに惹かれないで、まあ、こちらにですね、ぜひ、えー、ピントを合わせて、宇宙が始まるの真空が求めてる、えー、あなたの精神と真空を一体化させて、その真空が自分を思い出すための思考を作れる如来になってあげるっていうのが、これがですね、あの、生きと知っける全てのものを目的です。はい。はい、今日は以上です。どうも。